青春応援番組アグレナリン。今回は KBC 未来高校にやってきました。こちらに春夏連覇を目指す野球部があるんですが、どんな練習をしているのか早速行ってきます。ですが、こちらって野球部のグラウンドあるんですかね。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回は KBC 学園未来高校野球部。今年4月に行われた県春季大会で初優勝、夏の優勝も狙っている。でも学校は街中のビルの中、練習場は今日野球部の取材に来たんですけど、はい、こっちって運動場あるんですか。ここにはないんですけど、はい、糸満の南浜ってところにあります。そうなんですね、はい、じゃあ今からそちらに移動ですか。そうですね、今からご飯食べながら移動していきます。あ、はい、じゃあ私も一緒に行っていいですか。どうぞどうぞ。お願いします、はい、練習場は糸満市の野球場。そこまではバスで移動する。実は練習場だけでなく、学校には部室もない。そこでこのバスが部室代わりとなっている。このバスが野球部の皆さんの部室の代わりにもなっているみたいです。動く部室、面白いですよね。部室に入るときはちゃんと靴を脱いで入って、降りるときに靴を履いて出るんですけど、本当に綺麗に使ってるんですね。部室代わりなので、グローブやシューズなど野球道具は全てバスの中で保管。綺麗に使っているとはいえ男臭い。野球場に着いたら早速練習開始。お願いします。乗れ。マネージャーがいないので準備は全て部員たちで行う。でも時間はまだ午後1時前。部活にしては早くない？今12時過ぎなんですけど、ちょっと練習始めるの早くないですか？そうですね、まあ、うち午前中授業、まあ、学校で受けたら、その後お昼を挟んだ後に、まあ、見た目は部活動みたいな感じなんですけど、はい、これも一つの授業の一環で、体育とかそういったものを、まあ、野球をやってるような形で、はい、から動いてますね。なるほど、はい、じゃあこれは野球の授業ですか？授業ですね、野球の授業として、はい、まあ、やってるっていう形です。それが特徴の一つでもあるので、そうですね、はい、面白いですね、うん、未来高校には4つの総合学科があり、その一つがスポーツコースの野球専攻。朝8時半に登校し、月曜から金曜までの午前中は国語や英語、社会や数学など普通高校と変わらない授業を受ける。午後からは総合学習としてトレーニングや練習時間などに当てている。授業の一環なので、一つの課題が終了するごとに集まり、反省点や注意点が指示される。もっともっと今夏の大会に向けて決めないといけないことはたくさんあると思います。夏の大会、甲子園の大会もエラーの半分、7割が送球エラーです。特に内野、じゃあそこで今内野送球エラーだったり、ポロシがエラーしたのたくさんあるわけ。たった10分間外野はあなたたちを焦らすために走っています。とあとチームが上手くなってほしいために走っています。総合力上がるために走っています。じゃあ一球一球もっと大切にしなさい。スポーツコースの目標は全国で勝つこと。野球でいうと甲子園だ。そのために指導歴35年以上の神山隆さんを監督に招いた。未来高校野球部は2015年に設立。何もないところからのスタートで、初めのうちはとても苦労したそうだ。とにかく何もない、マイナスっていうんですかね、無の状態で始めるとき、本当にこれ9名集めないといけないという必死さがあって、12名でスタートして。神山監督は沖縄中の中学校を回り、部員集めに力を注いだ。
そして集まった1年生12人だが、体が細い。そのためまず初めに取り組んだのが体作り。とにかく食べさせて体を動かし、野球をする体を作っていった。これは今でも続いていて、体重が足りない部員には2キロ弁当がノルマとなっている。1年生の大城くんもその一人。バスの移動中、黙々と弁当を食べていた。実はこのお弁当、神山監督の奥様の手作り。自分離島出身なんで、親がいない分と監督の奥さんが作ってくれています。自分体重4月入った時体重軽かったんで、体重増加のために2キロ食べてます。体重増やさないと力強いボール投げきれないので、ピッチャーなんでもっと下半身強化して、と新チームになったらとチームの軸として投げれるように頑張ります。大城くんの現在の体重は73キロ、目標は85キロ。監督の奥さんの愛情も詰まったお弁当をいっぱい食べて、目標まで頑張れ。未来高校野球部は今年で創部4年目。体作りと全国レベルの指導もあって、わずか4年目で県春季大会優勝という快挙を成し遂げた。そのチームを率いていたのがキャプテンの平君だ。まずこのどういうチームか教えてください。と自分たちチームはとみんな足が速いので、それを生かしてやっぱ走塁が特徴的なチームです。普段どういう練習をしていますか？普段はランナーの中でも、ノックの中でもランナーをつけて実戦を想定した練習をしています。平君の言う通り、未来高校野球部の持ち味は走塁。沖縄一の走塁と言われていて、春の大会決勝でも足を生かした攻撃で先制点を奪った。夏の県大会でも走塁を生かした野球を展開していく予定だが、課題もある。それが守備。その対策として未来高校野球部では自分たちの走塁を練習に取り入れていた。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回は KBC 学園未来高校野球部。沖縄一と言われる走塁が武器だが、課題は守備。その対策として未来高校野球部では自分たちの走塁を練習に取り入れている。うちが春の大会走塁で、江南高校さんもそうですし、かき回した時もそうだったんですけど、やはりそれがうちでも多分逆にやられたら、うちも同じように守備はつまずいてしまうところがあるので、だからそういう部分で自分たちもこの走塁に対応できる守備力を持っていれば、夏は万全に臨めるのかなと思っています。ノックの時でも塁にランナーを置き、積極的に走らせる。ランナーは隙があれば一つでも多く前に進もうとし、守備陣は一人でも多くのランナーを誘おうとする。実戦さながらの緊張感があり、ミスが出ると声を掛け合う。ところで練習後は監督やコーチがいろいろ反省点や指示を出しているんだけど、実際に覚えているかというとそうでもないみたい。そこで監督が利用しているのが、もうすぐスマホじゃないですか。練習終わって解放すると大体もうすぐ、ゲームをしていたりとか、逆にそれを逆手にとってこちらの動画を YouTube に映させて、それを読みなさい、本を読みなさいって言っても今の子あんまり読まないんですよ。スマホを利用して映させて、一人にやったら全部に配信するみたいな。確かにスマホの動画なら見るし分かりやすい。監督考えましたね。創部して4年、まだまだ荒削りながらも
足を生かした野球で沖縄一になった未来高校野球部。キャプテン、これからの目標は？夏は他のチームが追っかけられる立場なので、相手は絶対必死にかかってくると思うんで、自分たちもそれに負けないように必死に戦います。今日から開催される高校野球沖縄県大会、アグレナリンは君たちを応援しているぞ。アグレナリン全開。青春の1ページ、今回はアグレナリン第1回目に放送した浦添商業女子ハンドボール部から。先月開催された県高校総体で宣言通り見事優勝、おめでとう。この調子で全国大会も勝ち取れ。番組では皆さんの青春の1ページを大募集。採用された方にはクオカード1000円分をプレゼント。応募方法は番組ホームページで確認してください。たくさんのご応募お待ちしてます。